東海学院大学管理栄養学科では、今から6年前、これからも地球と共に生きていくために自分たちも何かしようと、学生たちが小さな活動を開始したことがきっかけとなりまして、現在では25のプロジェクトチームが自主的に活動を行っております。で、本日はその中から4つのプロジェクトチームが活動の発表をいたしますが、大学生たちが何を考え、そしてどんな思いでこういった活動を展開しているのかを皆さんたちに知っていただき、皆さんたち一人一人が何か行動を起こす一つのきっかけとなっていただければ大変嬉しく思います。